アメリカ国家科学賞はアメリカ合衆国大統領によって科学や工学の世界においてその貢献が認められたアメリカ市民に贈られる勲章、メダルである。対象となる主な学術分野は行動科学、社会科学、生物学、科学、工学、数学、物理学に及ぶ。その先行作業はアメリカ国立科学財団が責務を持っている。 アメリカ国家科学省の設立は1959年8月25日にアメリカ合衆国議会で法案が可決された。設立当初は物理、生物、数学、工学の分野における学者に向けられたものであった。1961年にはケネディ大統領によって委員会が設けられ、運用はこの委員会が行うようになった。 最初のメダルは1963年2月18日にケネリィ大統領によってカリフォルニア工科大学のセオドア・フォンカルマニへ送られた。理由は航空学における科学、工学、教育、機械学の基盤づくりにおけるリーダーシップ、軍事における助言や科学における国際協力の発展に貢献したとされている。1980年に アメリカ科学振興協会からの要請により、行動科学や社会科学もこの科学賞の視野に含まれるようになった。また、アメリカには国家科学賞に類似したナショナルメダルオブテクノロジーがあり、1992年には合同の社団であるナショナルサイエンステクノロジーメダルズファンデーションが設立された。選考は毎年学会からの推薦が行われ、 12人で構成される、委員会が選考を行い、最終的な授与の決断は大統領へ任される。法案によれば、選考者は年に20名とされているが、実際には平均で12から15名が選ばれている。また、1971年、72年、77年、78年、80年、84年、85年度、また15年度以降においては、 該当者は、なしとされ、受賞者は出なかった。現在は休止されている。2006年2月13日の受賞式にて、2004年度のアメリカ国家科学賞の受賞者である、物理学のロバート・クレイトン・トブッシュ大統領、右アメリカ国家科学賞の候補者、受賞者は、アメリカ市民権の保有者でなければならず、ノーベル賞の受賞者も、多数いる。2014年現在に至るまで、 506人へ授与されている。ありがとうございます。